着、2着はファビュラスラフィン。これが世界の実力だ。エアグルーヴ。三歳牝馬クラシックの第一弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ最後は大外枠の名勝八重垣、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、ノーブルキャンディー前に行きそうです。続いていくのがエアグルーヴ、その外に名勝八重垣、その隣にイブキパーシブ、内からは東映エリザベス、その外からアグネスシャイン、その隣にリッジウェイ、並んで7番レイクジョイ、白の帽子シーカール、その後ろセレクトダイヤ、すぐ後ろ並んで11番マイネセンチュリー、アドマイヤメガトン、すぐ後ろ最後方にマックスロゼ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。さあ先頭はまだ16番ノーブルキャンディー、ゴールデンカラーズ、ほとんど差がありません。ファビュラスラフィン、3番手エアグルーヴ、いい位置。果たして先頭を捉えるか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はファビュラスラフィン、ファビュラスラフィン先頭。2番手はファイトガリバー、懸命に追いすがります。あと 200m、 エアグルーヴ余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はファビュラスラフィン、エアグルーヴ独走、エアグルーヴぶっちぎりです。エアグルーヴ1着、2着はファビュラスラフィン。これが世界を制した実力だ。エアグルーヴ。府中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。三歳牝馬の日本一を決める優秀牝馬オークスの発想です。さあ最後は大外枠のエアグルーヴ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先手を奪うのはどの馬か。スピードファクト前に行きそうです。エアグルーヴそれに続いています。さらにはフィールドランド、15番アグネスシャイン、その後ろ。では前の方から見てみましょう。アグネスシャイン先手を取りました。その隣に名勝八重垣、好位置をキープしています。エアグルーヴ、東映エリザベス、そのうちに続いています。その隣にオレンジキャッスル、その外からメジロスペイン、ピンクの帽子マイネセンチュリー、その後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。一番人気のエアグルーヴ現在先団に取り付いています。では前の方から見てみましょう。スピードファクト先手を取りました。アグネスシャイそれに続いています。オレンジの帽子名勝八重垣、その後ろ。内からは東映エリザベス。 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から。スピードファクト先手を取りました。2番手に18番エアグルーヴ、オレンジの帽子アグネスシャイ、その後ろ。すぐ隣に東映エリザベス、その横に名勝八重垣、マイネセンチュリー、この馬もこのグループ。内からはオレンジキャッスル。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。先頭は依然としてスピードファクト、2番手はエアグルーヴ。これは絶好の手応え。
アグネスシャイ3番手。さあエアグルーヴ、前を捕まえられるかどうか。ここで先頭に立ったエアグルーヴ、突き放しにかかります。2番手は名将八重垣、名将八重垣必死に追います。この差は果たして縮まるか。あと 200m、 エアグルーヴ先頭だ。エアグルーヴ力強い伸び足、後続はまだ後方です。2番手はエアグラス、エアグルーヴ独走、エアグルーヴぶっちぎりです。エアグルーヴ1着、2着はエアグラス、エアグルーヴ牝馬2冠達成。あとは秋華賞を残すのみ、牝馬3冠はもう目前だ。エアグルーヴ先頭、差はほとんどない。2番手は
京都競馬場三歳牝馬による最後の大レース、夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。 G1 秋華賞いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のアドマイヤメガトン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。オレンジキャッスル好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオレンジキャッスル花に立ちます。その後ろからはエアグルーヴ、この馬も上がっていく構えです。さらにはパレスイージー、3番名将八重垣、その後ろマックスロゼ、どうやら後ろからになりそうです。1番人気のエアグルーヴ現在先団に取り付いています。では前の方から、先手を取ったのはオレンジキャッスル、5番エアグルーヴ、2番手を追走、キャニオナシュはすぐ後ろ、その外にアグネスシャイ、その隣にパレスイージー、その外にセンターライジング、黒の帽子名将八重垣、その後ろすぐ後ろにスピードファクト、これに続いてセレクトダイヤ、青の帽子エアグラス、その後ろ 1000m を通過。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はキャニオナシュアまだ粘っています。2番手はセンターライジング、アグネスシャイ、3番手エアグルーヴ、 B1 です。さあここからどうか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はキャニオンシュア、センターライジング、その後ろエアグルーヴ、後位を追走、4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはエアグルーヴ、残り 200m、 先頭はエアグルーヴ、エアグルーヴ先頭、2番手はオレンジキャッスル、エアグルーヴ1着、エアグルーヴ完勝、エアグルーヴ1着、2着はオレンジキャッスル、エアグルーヴ、ついに牝馬3冠達成です。競馬史に残る名牝の誕生です。